鉄塔は鉄製の骨組み構造から構成される細長い建造物である。特に送電鉄塔は基礎が各足に設けられトラス構造が特徴であり基礎が一体型の鉄柱とは区別される場合もある。一体型送電線やアンテナの指示、気象の観測、灯台、消防の防漏などに用いられる。 放送用の大型の鉄塔はデザインにも配慮して作られ場所によっては観光地となっているところもあるエレベーターの設置に用いる四角柱型の鉄塔やアマチュア無線のアンテナなど家庭に設置する目的の製品も存在する東辺山型弧または交換をボルトなどで接合した構造である材料の使用量が同じであれば 交換の方が高い強度が得られるとされる。また、関西電力でのみ採用されている内部にコンクリートを充填した交換で組まれた鉄塔も存在する。山形港、交換ともに基本的には溶湯やメッキなどの防錆加工がされている。送電用鉄塔の場合、各路線の当番については発電所側1機目をナンバーワンとし、順々に番号が振られていく。 基本的に発電所側を若番、逆側を老番と呼ぶ。4歩にある足については、真上から若番側を、下、老番側を上とした四角形で見た場合、右下から時計回りに A 脚、B 脚、C 脚、D 脚となる。基本的には A 脚が消灯足となり、消灯用ステップやセーフティーレール、セーフティーワイヤーが設置されている。地面に、 基礎と呼ばれる強固な鉱材、コンクリートなどを埋め込みその上部に鉄製の構造物を固定する。大型のものは地上に露出している部分も鉄筋コンクリートなどで補強することがある。また、鉄の腐食を防ぐため、地上から必要な高さまでをコンクリートなどで包むことがされる場合がある。送電線の指示に用いる場合、最上部に角打ち線と呼ばれる電線を設ける。 これは、平い割のように架打ち線に落雷を誘導して、送電線への直撃を防止するのが、主な役割だが、電磁誘導障害、電波障害を軽減する場合もある。設置については、下部の電力線アームの横開き距離によってとんがり、防止型のてっぺんに1本か、地線アームでの2本設置かが決まる。最近では、電線の中心に通信用鋼ファイバーを収納した、 光ファイは複合格打地線を採用するものもある。なお、地線アームを除いた電力線アームについては、基本的には必ず3の倍数の本数となる。これは発電所からの送電が3照交流であるためで、ある。航空法の規定により、昼間障害標識の役割。ただし、塗装については、航空法の制定以前に建設されたものは、この限りではない。 送電線の設置を目的とした鉄塔には次のような種類に分類できる。標準鉄塔平坦で障害物のない通常の場所に設置する鉄塔。特殊鉄塔特殊な場所に設置する鉄塔。上景間鉄塔、海峡越し鉄塔、または川越鉄塔、年下鉄塔、分岐鉄塔、臨海鉄塔などがある。懸水鉄塔送電線を外資を通して垂直に吊り下げる。 形の鉄塔。大長鉄塔送電線が外紙を通して、鉄塔の左右から引っ張られる形で接続されている鉄塔。直線鉄塔を隣接する鉄塔が直線上に並んでいるもの。角度鉄塔送電線がその場所で折り曲がって配置されているもの。陰流鉄塔変電所などで送電線の一方は、懸垂他方は引き込み線となっているもの。 保安鉄塔安全を確保するために特別に設けられる鉄塔。四角鉄塔骨組みの外形が四角錐の形状となっているもの。最も広く使われている。矩形鉄塔骨組みの外形が上から見ると長方形になっているもの。引っ張られる方向によって強度が違う。体調鉄塔に多く見られる。 エボシ型鉄塔本根組の上部が下部よりも広がっている形の鉄塔。超高圧送電線、積雪の多い場所などに用いられる。門型鉄塔本根組が門型に構成され、中空の構造を持つもの。道路、鉄道、水路上などに送電線を設置する際に用いられる。環境調和型鉄塔周囲の景観に配慮して建設された鉄塔。 鋼管柱鉄塔と呼称されるものを含んで、様々な鋼材が使用されており、美化鉄柱とも呼ばれる。自立式鉄塔鉄塔の本体のみで自立する方式。支線式鉄塔支線により保持する方式。支線を広く張るために自立式と比べて、広大なルーフター建物の屋上などに設置する方式。 パンザマスと数本の鉄製の円筒をつなぎ合わせて柱にしたものである。解体すると全長を短くできる。山間部などで電柱が搬入できない場所や設置と撤収を繰り返す必要のある場所に用いられる。クランクアップターツツ型に組んだ骨組みを数本入れ子に重ね合わせ、ワイヤー等を組み合わせた機構により伸縮を可能にしたもの。 調整時や強風時には前兆を短くすることができる。ありがとうございます。